なんか朝はお米かパン派みたいな、そういうさ、そういうなんか議題ないかな。朝はヨーグルト派かヤクルト派か。ヤクルトかヨーグルトか、食べるヨーグルトか飲むヨーグルトか。ああ、はい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 。食べるかな。まあ、じゃあ飲む派でやってみようかな。なんでよ、なんで飲むのよ。いやいや、やっぱり朝はさらっと飲んでグビッといきたい。もちゃ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 食べてる時間がちょっともったいないかなって、あんまりお腹入れたくないなみたいな時にも、まあ喉も渇きも満たせるし、みたいな感じで、やっぱり飲む方が飲みやすい、毎日続けやすいんじゃないかな。おーい、じゃあ琥珀もそれで。おいおい、え、じゃあじゃあじゃあ食べる派食べる派食べる派。食べる派になりますけど、その場合。えぐえぐ。いや、なんか、まあさすがにちょっと良すぎたか、提案が。いや、ちょっとね、強すぎた、ちょっと飲むわ。そうかそうかそうか、まあうますぎたか、ちょっと提案が。いや、うますぎた、確かにめんどくさいよね、食べるのって思っちゃった。いやー、うまいな。これはちょっとアキロゼがちょっとうますぎたからか。いやー、これ口プされた、口プしちゃったか。じゃあどうする、うちらは人生相談とかから始めてみる。なんか悩んでるんですか。いや、誰かの人生の悩みを聞いていく感じで募集してます。なんでも、人生から雑多なものから、恋愛から、何から何まで。占い師です、占い当たりません、どうしたらいいですか。うわぁ、占い師をやめて違う職業になりましょう。やめましょう。やめてもいい。配信が長くて気絶しそうです。気絶しましょう。ストンで気絶してみましょう。あとは、ナゲットのソースが何派について、バーベキューマスタード派。マスタード一択。いや、浅い。浅くない。バーベキューも美味しいということに回り回って気づいてしまった。お子ちゃま。いやいや、マスタードは大好き、ちなみに。だけどバーベキューが美味しい。なんでよ。つまりどっちも。どれにつけるの。いやいや、どっちももらおう。ケチャップは。ケチャップはまああまりいかないな。まあでもポテトそのまんまの方が美味しいもん。ね。はい。個人で養鶏してるんですが、卵が余るのでおすすめの卵料理ありますか。ヒゲジ。料理。料理じゃん。だって、ね、割ってかき混ぜるまでが料理だよ。まあ、そのタイプね。カップラーメンも料理に入るタイプか。そうよ、そう。なんか最近見たオムライスで、ライス部分をなんかひよこみたいな、なんか可愛く丸々にして、ドレスオムライスみたいな、なんて言ったらいいんだっけ、なんて言ったらいいだろう。卵部分をドレスみたいに巻くオムライス。それがね、めちゃくちゃ可愛かったんだよね。鳥の巣みたいになるオムライス。はい。それを作ってほしい。卵いっぱい使うと思う。火通すし。時間が経った卵でも。なるほどね。大丈夫。作ってみたい、あけろでも。鳥の巣オムライス。入院生活中です。何かすることありませんか。本当に何か、したいかしたくないかだったらどっちか。キロゼは、ちなみに、2ヶ月ぐらい入院してた時は、ネットフリックス、見放題だったけど。足りないぐらい。直近だね。ネットフリックスとか、アマプラとか、はい、そういうサブスクのやつを見てたら、時間足んないみたいな感じの
全然徹夜ばっかりして感じでした。体に悪いですかね、入院中にそんな。でもずっとね動けないね。あとはもう寝る。起きてる時は見る。うん。でもきっと真面目な人は資格の勉強するとか、まああとはもうアーカイブだね。もういっぱいアーカイブ見て。あ、それはそう。うん。嬉しい。いっぱい再生して。いっぱい再生して。うん。でもなんか便利だなと思って、そういっぱい見るからさ。スイッチとか、うん、スマホとか固定できるアーム、デスクアームみたいな。はい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 。そうだ、フリーハンドでいい位置で見えるみたいな。そう、横になろうが座っていようがフリーハンドで見れる。あれは入院中に持ってったやつが壊れて使いすぎて配達してもらって新たにつけて2台目に行くぐらいまで使った。すごくない？うん。アマゾンなど届きます。病室まで。配達してくれるよ。そうなの？うん。すごい。実は。ガチで初めて知った。お買い物できるよ。あ、頻繁にやったら迷惑かもしれないけど。まあまあ、ごく稀にだったらね、許されると思う。パソコン欲しいなーって。デスクトップじゃなければいけると思うけどね。うん。あともうなんか、動けるようになったら1日1回コンビニぐらい行ってたな。ちゃんと動いたんだ、えら。もうあれだよ、あの食物繊維たっぷりだからって言って、はいはい、マイクポップコーンと茎わかめを梅昆布と大量に買い込むだけの絶対良くない。あと、きなこくるみ。美味しいよね。うん、くるみだから健康にいいって言ってそれらをいっぱいパクパク見ながら。一緒にアップしてくれる友達がいません。どうしたらいいでしょうか。あー、今作ろう。今探そう。じゃ今マッチングしよう。アークマッチング開始しよう。いっぱいいい条件出そう、うん、割ともうでもここみんなアーク配信いるから。そうだよ、一番いいマッチング会場になると思うよ。うん、アーク配信しかいません。ティマルダーやめてね。ティマルダーではないです、ここは。アークダーですね。爆速マッチング配信。あともう一歩踏み出すだけ。ちなみにね。勇気が大事です。そう。ロゼ隊はね、ロゼ隊が作っているサーバーとかもあったりするんで、ハッシュタグロゼ隊とか見たり、書き込むとチャンスはあるかもしれません。受け身なあなたはね、ぜひ、行ってみたいんですけど、お声掛けいただけないですかみたいな感じでね、書き込みをしたら、お誘いが来るかもしれないし、してる人がいたら、連絡してもいいかもしれません。あと一歩はあなたの、ここからの一歩はあなた次第です。信じるか信じないか。あなた次第です。え？髭剃ったら、眉毛まで剃ってしまいました。眉毛はまだ行ったんだ。すごくない？どの遠くない？